ったぞリンク。こんなキャラだっけ。やだちょっと熱い生好きじゃない。久しぶりだなリンク。行方不明と聞いて心配してたんだぞ。一体何があったんだ。もうハイラル城の地下でそんなことが。いやしかしその後目覚めたのか空の島と。それやはりそれが全ての鍵なのか。おいや実はこの辺りに降るヘダノの元凶はあの空に浮かぶ島にあるではないかと考えてな、だが今遺跡の破片や空に関わる歴史書ゾーラ族の学者に調べてもらっている。俺自身はここのヘダノの対処で自由には動けないからな。ここはゾーラの里に流れる水の源流。このヘドロ、ヘドロが混ざった汚れた水を俺の力、水を操る力で分離してきれいにしてるんだ。あとすごいしっかりして、すっごい仕事してんな、おい。偉いね。はい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 。大変だね。なんか今更になって鼻が詰まり出してる。なんでかわかんないけど。おう。ジアート。トトコ。オッケー。うん、シドもありがとう。トトコっつったね。どれどこどこどこ違う。ごめん、トトコってどこ。トトコってどこ。これトトコ。あー、これあれだ。うん、詰まってんのこれ。異変が。あ、そう、わかってた。これまたちょっと動画外でやろう。トトコってどこなの。あ、でもやっとけばあれか。ワープ地になるか。上にね、そうしよう、ちょっとやろう。せっかくなら、やってみようか。ね。はい。オッケー。おい。それにとどまるもん。どういうこと？こうしてさ、うん、やっぱり絶対ね、絶対違うと思う。待てよ。多分これ自体が多分とどまれることができるんだよね。ブーメラン一本台無しにしたけど。多分これだけじゃ足りないのかな。距離が。もうぴったり足りないね。なもんで。いや、でもここに置いたらさ、あれだよ。あ、わかった。これで戻れ子やって、これでいいんだ。違う。あー、待って、やめろ。すごい声出た。オッケー。ここもか。まあこれはほら多分ちょっと傾けてやればいいんじゃない。どう？これ使ってみる。基本的に多分使うことあんまないと思うけど、こういう終わったものとか。
ただ単にあれかな、こう浮いてるもので水を作れってこと。はい、そうだよね。これあれか、ただ単に運びはいい。なんかもう俺が想像してるのと多分成功法って絶対違うけど許して絶対俺が想像してるのと成功法違うよ。だって合ってるしないもん。いけ一応そのまま、そのまま、わあいいよ。よっ、うっち、バカ。もう一回ちょうだい。ありがとう。アホすぎた。マジでアホすぎた。あ、やばい。ちょっと。オッケー。そんな勢いよく投げないでよりこう、びっくりした今自分。俺自身が一番びっくりしたよ。オッケー、さあ来たよ。いや、そしたら下に行った時でも大丈夫。マジトトコがわからん。ルルコ、トトコってどこ。あ、ここだ。オッケー、あれか、この人。あ、違う。おい、あー、そういうこと。ああ、どれどれ。はい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 。ああ、あー、なるほど。じゃあとそっちのけでこっち入っちゃってんだ。これか、これだ。なくなってるね。何を発見した。ゾーラ、古代ゾーラの秘跡、しかも空に関する記述。おお、マジで。あ、ここら辺どっかにある。あ、ちょっとどういうこと。あった。さあ、おじいちゃんできたよ。ああ、なんと秘跡か。リンクを感謝する。ゾラ感謝しろ。読める？よし、読め読め、どんどん読めなさい。空魚の地に立ち周囲を見よ、さすれば宙に浮く岩に雫が見えるだろう。どういうこと。
その雫、王の証で射抜くとき、水の架け橋のありか示される。これ、我らゾーラ族と空の旅つなぐものなり。素晴らしい、まさしく空へ行く方法の手掛かりになりそうだ。マジで全然わからん。ドレファン王に、ドレファン王、マジかよ。戻れってことか、これ。これじゃあゾーラ、あ、いやいや、ちょうでいいわ。ちょっとやっといてよかったわ。ワープね。オッケー。そうしたら、はっ、どこだっけ、向こうか、あ、違う、向こうだ、向こうだ。あーたっ、次、あそこの下の遺跡もやっといた方がいいね。そしたら楽だもんね。よっ、いやー、これやっぱスタミナゲージって大事だね。ハートも結構今作すごい大事だと思うんだけど、スタミナゲージもやっぱ大事だね。今作はね、ハートちょっとあの敵が強いのかな、すごいよく死ぬ気がする。本当になんかね、ご利用しちゃ結構きつい。どれパン王だ、どれパン王って、どれ、ダジャレじゃないよ。どれパン王ってここにいたんじゃない。おう、ドレファンをパンチ、そしてキック、強いぞ、ジャブブブブ、すげえ、すっごい悪かった。大丈夫大丈夫、秘密の場所に隠れているぞ。その場所はドレファン様ごっこなら周りだから入れないぜ。あ、怒られた。めんどくせえな。これ何度も行ったらいけるのかな。ちょ諦めずに行ってみよう、これ。あー、変わんないかな。今戻ってきたもんね、会話のあれが。あー、変わってないわ。秘密の場所ってどこよ。どこ、この遺跡とか、もがわか。遺跡の中とかありえるのか。それないよね。かといって、秘密の場所、あー、みんなやってる、治療中だ、これ。朽ちてるってことだもんね。ようならまた後で来るね。どこ、おう、びっくりした。おう、あー、そういうことか。あ、ごめん、なんかジアート、ごめん、ジアート、ごめん、ジアート、本当にごめん。あの、なんか君後で怒られるかもしれない。うん、僕が余計なことをしてしまった。ごめんね、ジアートのおじいちゃん、ごめん。俺すごい余計なこと、いや本当はね、あの王様のねところ聞こうかと思ったんだけど、じゃあ本当にクソガキたちがさ言わねえからさ、俺のせいじゃないんだ、悪いのは、あのあれよ、あの3人組よ、マジで。本当にどこ行ったんだよ。本当にどこ行ったの、あいつ。何、秘密の場所って押し入れかよ。どこにいんだよ、本当に。変わるって変わるよな、ね、シド、ごめんね。ヘイ、おう、王様の証について、
サトルチューネル、お、あ、いや、いったんよ。はい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 。あ、これは見てくれたな。あ、なるほどね。うん、いい嫁さんじゃん。いい、ちょっと大切にしろ、絶対そういう人は。いや、中央の前行ったんよ。そう、中央の前行ったんだけど、ちょっとあの、本当にちょっとあの、しばき倒してやろうかな、ちょっと、本当に3人組。あ、君なら知ってる？うん。お？はい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 。めっちゃバレた。こっちから。あ、来た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 。ああ、ミズリ様と魔物の太り二役なら僕に無理だ。へへ。お。清流の御所。ああ。綺麗な水が流れる場所。ほうほうほう。え、雷中山と里の間のどこかに今でも綺麗な水が滝の裏にあるとか。綺麗な、あ、水の綺麗な滝の裏に秘密の入り口。はあ、よし、お前の話聞いたぞ。よかった。よし、最後。どこって言ったの？雷獣山と里のどこかにある水の綺麗な。こよ、マジで。雷獣山ってどこ？こんなこっちじゃないよね。あ、ここだ。あ、ちょうどマジでやっといてよかった。あそこだ。まあ、とりあえず上に行ってみよっか。大丈夫だろ。雷獣山とか言ってさ、まあ、とんでもない守りいるとかやめてよ。振りじゃないぞ。振りじゃないぞ。雷獣山ここに来たっけ。ああ、初っ端来た時ところか。ここそうだね。ちょっとまた全然違う。おい、方向音痴もほどがあんだら全然違うじゃねえかよ。どっちだ。下かあったりも本当にもう目的地行くのにも下手くそすぎるだろ俺。おお、ちょ、方向音痴もほどがあるってなんで毎回さっきもそうだったら逆行っちゃうの。あー、気球に乗っていったら上に行きそうだね。